口にしてたらドツボにはまるから、ここへ来て歌うのよ、あたいらしいあたいの歌、そしてまたあたしたの、また明日も素敵な朝迎えて働くのよ、働くのよ、yeah. ありがとうございました。僕は立ちって歌います、やっぱりあの好きな、ミュージシャンはみんな立ちって歌ってるんで、立ちって思います。僕はあのどういうんですかね、あの、キーゴと知り合ったのは姫路の手柄山いうイベントなんですけれども、やっぱり、どういうんですか、人懐っこく、今でね人懐っこくというか、当時からそうやったか昔はそうやったかどうかはわからないんですけど、僕も、音楽する人ってのは基本的にやっぱりシャイな人が多いので、それで、実はこのボイスが港川にある時に、こいつら面白いから見に行こうかなと、その時自分の心の中でもいろんな仕事のこととか悩みもありまして、まあええかなということで、いろんな人と、いろんなことを、やりたいなと、僕は僕なりにちゃんとできるか分かりませんけど、3曲それじゃあ2曲、島だけなんかカナトなんか分かりませんけど、その時の曲を、させていただきます。僕はこの歌が歌いたいんだ、君のそうこの歌さ、少しずつ少しずつ前に進めばそれでいい、それぞれの思いに近づけるよ、迷う違っても、あなたを忘れなければ、きっと新しい道が続いてゆく、青い空や風の香りを立ち止まることもきっと
あるだろう。そんな時はここへおいで、それも私がここにいる理由の一つだから、ここへおいでよ。そうボイ、僕の子供が一生懸命次する曲を覚えてます。ブラスバンドに入って2番目の子供なんですけれども、一番上の女の子はシャイで、かなり手のかかった子なんですけど、2番目の子供は、いい子いい子いうふうな形で、頑張ってるんですけれども、やっぱりいろんな悩みあるそうです。今日のお父さんの格好はどうやって言うたら、今日はイケてるな、まあこれやったら行ってもええやろという形で行かしてもらいました。気づいたんだ、去ってゆく君はもう戻ってこないと気づいたんだ。の道があり、僕の道があるってこと。長い長い闇の中、散々考えた挙句、僕は君の思いなんてどこか遠い交差点の途中に置いてきたんだ。いつかいつかあの場所で本当の僕の歌が歌えたら、真っ先に君を見て笑いたい。気づいたんだ、僕が怖いのは僕で、君も君が怖いの。気づいたんだ、言葉の数だけ弱さが溢れてるってこと。
上り坂も下り坂もあったはずの道で、僕は今までずっと気づかずに、固くなに思いを告げてきたな。いつかあの場所で本当の僕の歌が歌えたら、真っ先に君を見て笑いたい。おうおうおう、いつか迷いもなく本当の僕の歌が歌えたら、君に聞いて欲しいんだ、届くように。ありがとう。じゃあ今日は、いろんな、2曲させてもらいまして、じゃあ自分の好きなミュージシャンの歌をもう1曲、違う人なんですけど、歌います。本当は清志郎が大好きなんですけど、清志郎が、三宅伸二と一緒に、作ったというか歌詞なんですけどね、曲は、大好きなオーティス・レディングの、曲です。Bye.
バーエイ。ありがとう。Chill out, getting down, checking out your moves. There's no doubt what you're about. I gotta get with you, baby. Most guys must have tried to get up in your space, but will I be the one going back to your place? It's just simple jealousy, 'cause she cannot have me. You wanna do? Let's get this loving started. Rocking, rolling all night, can't knock the feeling just right. Gotta let your head down, shake it up. Wanna see you work that funk is up. Rocking, rolling all night, can't knock the feeling just right. Gotta let your head down, shake it up. Wanna see you work that funk is up. Wind it up, grinding up on you. Feeling no negativity, loving everything I do. Baby, no doubt, no holding out. It's written on your face. Now I know I'm the one going back to your place. Yeah. She's told me that you are looking for me. It's just simple jealousy, 'cause you cannot have me. You wanna do? Let's get this loving started. Rocking, rolling we'll all night. Can't get the feeling just right. Gotta let your head down, shake it up. はい、どうも、こんばんは、はたぼうです、ね、皆さんのテンションがあまりにも高いのでちょっとね、ついていけないですね、まあ、ここへ来られてる方の中では多分僕が一番、そのキーコ、まあ、並びにね、島だけ、付き合い浅いような気がするんですけどね。それでももう2年ぐらい経ちますね。先ほど歌ってくれたおっちゃんがね、紹介してくれまして、だから噂はね、その
半年ぐらい1年ぐらい前からね聞いてて、すごく兵庫駅の高架下にキーコいうすごいボーカルがいるね、僕の知ってる中では一番やとかね言ってまして、それでまあ興味はなかなか行く機会なくてね、で歌の会にちょっと参加させてもらって、で聞かせてもらったらね、さすがおっちゃんやな思ってね、ちゃんとこう本物を見分ける力を持ってまして、すごく良くて、それからもうずっとまあ自分仕事とかで行けない時はあるんですけど、極力空いてる時はね歌の会には参加させてもらってるんですけど、今日はまあトリビュートということで、まあできればねキーコの作曲した曲をちょっとインストにアレンジしたかったんですけど、まあ時間もなくてねちょっとできなかったので、キャロル・キングがね島田家のために書き下ろした、曲があるんですけどね、それをちょっと今日はインストでやってみたいと思います、ね、まあ、というのは本当にもう何かもうオリジナルのように自分のものにしてしまっててね、まあインストですので歌詞が、ないのがちょっとね残念なんですけど、まあそのためのというだけどね、この後にちょっとそれ補うような、流れになってますので、またとりあえずじゃあインストで聴いてください。君は友達です。Thank you.
ね、あの歌の人はねこう前向いてニコニコしながら演奏できるんですけどね、やっぱり演奏でね前向いてニコニコしててもね、なんか気持ち悪いもんがあるんでね、ついついあの伏せ目になってしまうんですけどね。今井さんが歌ったあの島崎の曲はね、思いのほか良かったので何かちょっと感動してしまいましたね。あの高田渡という人も亡くなった方なんですけどね、おられて、その人のこう被るものがあってね、すごい良かったな、ね、いつも家に遊びに来てね、ギターを弾いて何かこう純粋なおっちゃんやなという感じでいつも見させてもらってるんですね。分かってます。あ、いや違う違う。いや冗談です。で、まあ、あの先ほどからこうね、キーコが愛をね、愛が欲しいとか言ってるんですけどね。本当は愛がいっぱいあってね、キーコからは愛が多すぎて溢れてるなという感じがするんですけど。ということでちょっと曲を変えましてね、予定してた曲じゃなくて。あのインストでその愛というタイトルがついた曲はほとんどないんですけど、1曲だけね、ラブソングでストレートな曲があるんですけどね、いやこれを、島田家の2人のために、弾いていただきたいと思います。
たね、じゃあちょっとね、もうちょっと練習してからねやったよかった、じゃあね、この辺で、ね、ちょっとチューニングしますね。緊張してないですか？大丈夫ですか？ね、この、何回か、リハーサルしてね、一緒に、やってね、なかなか若い子とねそんなことする機会が少なかったもんでね、実は、ひそかにね結構楽しみにしてたり、ね、緊張したりしたんですけどね、もうそれも今日で終わりかと思うとねちょっと寂しい、まあ、そんなことはないんですけどね、よくちょこちょこやってるんですよ、まあ、いろんな人とちょこちょこやってるんですよでね、あんまり響きが良くないね、ちょっとイメージダウンになってしまったね、好感度はだいぶ下がってしまいましたけどね、じゃあちょっとじらすのもあれなんでそろそろ、呼んでみたいと思います。いのちゃんです、どうぞ。ね、あ、はいはい、あ、これ取ったら困んねんけど、あもう一つあったんちゃう、譜面台が、え、黒いのあったねさっき、1曲目はね、すごく僕の好きな歌でいつか誰か一緒にやってくれないかなと思ってて、聞いてもらったら、意外と気に入ってくれてね、じゃあこれ歌いますと言ってくれたのでそれをまず1曲目にやりたいと思います。ね、今ちょっと譜面台組み立ててますのでねちょっとお待ちください。それいけるかな、OK、いいですか、なんかちょっと挨拶、どうもはじめまして、ない人もいるんですけどの方が多いんですけど、ほとんどはじめましたよね、井野と申します、お願いします。はい、ボイスさん7周年おめでとうございます。おいおいそっちかい。あまりにも仲良すぎてね、ちょっと照れくさいよね、はい、キーコは。そうですね、そうですね、思いがね、こういろいろ、そうだ、さっきもね、ちょっとこういろいろ考えながらこう何喋ろうかなと思いながらこう考えてるうちちょっと涙出てきそうになってきて、なんかね、まあそんな感じ。島岳さんとの付き合いはもう私が21、2ぐらいの時なので5年前ぐらいのぐらいになるんですけど、まあちょっと離れてた時期とかもあったんですけど、なんかまあ縁があってこう長くお付き合い、まあ、仲良くさせてもらってるんですけど、なんかまあ、いろんなこう思い出があるので、なんかそうですね、すごいこう思いがこうちょっとね、いろんな思いがあって、で普段結構キーコさんは
結構ストレートな人なので気持ちをパンって私にこうぶつけてくれたりするんですけど、私は結構なかなか言えなかったりするんで、今日はそういういろんな気持ちをこう歌に込めたいなと思います。で、今日は、島田家さんもしているカバーをしているレオナさんの歌、オレンジという曲をやりたいと思います。
すでにちょっと涙が出そうなんですけど、ですね、なんかいつもあの辛い時にね、なんかもうちょっとなんかあのなんかいつもこう励ましてもらう人存在なので、やっぱりあのそれあの、ね、トリビュートの話があった時にあのこれどうしたらええどうしたらあのキイコさんにいつかはって言われたんですけど、あの私は、まあ、いつかも大好きな曲っていうか島田家の曲は大好きなんですけど、すべてあのでも私はいつもあのこの曲に励ましてもらって助けてもらったので、やっぱりこの曲が歌いたいなと思って、この曲にさせていただきました。あの本当にあのなんかいろいろ考えたけど、やっぱなんか言わんでええかな、もうなんかね、まあ歌うわそれからまあ最後に絶対言おうと思っとったことがあるんですけど、トイレ行った時にあのお茶するレッスン、あのかっちゃんさんのレッスンのあのチラシがあったんですけど、それがあの2枚目すぎてびっくりしました びっくりしたえぇって思ったあ、そう、さすが奥さんやな レッスン、ギターレッスン、うん、まあそんな私も生徒なんですけど、ね、勝間様もチラシで訴えるためにはやっぱりねビジュアルも大事でしょうねあ、今ね、フォトショップとかでね、なんか何とでもできるからね。そんな感じで落ちたところでちょっと次の曲いきたいと思います。はい、じゃああのね、先ほどインストでやったんですけどね、はい、実はすごく素敵な詩がついてるのでね、ここで、あの歌詞が入った歌で聴、いてもらいたいと思います。君は友達パート2 受けつけるから。
して僕を呼んでよ、どこにだって会いに行くさ。Oh baby、 春夏秋でも冬だって関係ないよ、会いに行くよ。 Yes I will、 You got the rain、You got a friend。 ありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。島田家様、いつもいつもありがとうございます。
どうも。ありがとうございます。秀樹です。なんか今日が、最終日なんですけども、トリビュート、僕今一番緊張してます。なんでやろう。なんかものすごく緊張してます。なんかピックがね、滑るぐらいこう 汗がベトベトなんですけど、えらいことですけども、なんですかね、トリビュートってなんか違う緊張感が漂いますよね。なんか、それでも頑張っていこうと思いますけど、まあ、とりあえずはまずはですね、オリジナルの方からいきたいと思います。しばらくぶりに、なんかここのとこのトリビュートとか、皆さんのこう歌とかを聴かせてもらうとね、なんかこう感じるものがあって、昔あのバイクでね、なんていうんですかね、あの姫路のですね、ちょっとあの海岸線があるんですけど、そこら辺をこう走ってた時に思いついた曲をやろうと思います。星空って曲を。キスして
けた。どうもありがとうございました。星空という歌でございました。姫路っていうかもう立つのに近いんですけどね、山荘みたいのがありまして、そこがすごくこう綺麗なね、夕焼けがあって、あ、そうそう、七曲りです、そうです、そうです、七曲りです、あ、思い出しました。何やったっけと思いながら、ちょっとど忘れがね最近ひどいんで、まあこの曲選んだのもねちょっとありまして、ちょっと力任せに僕何でもやっちゃうんで、そうじゃない曲をちょっとやたまにはやらないとっていう、そういう、意外、あ、そう、そうね、ありがとう、ありがとう、もうなんか それだけで今日俺やったなみたいなのがちょっとある。あ、いつも爆発してます、うん、頭も爆発してますけど、あの割とね、爆発するためにちょっとそこを変えていこうかなと思いましてね。まあ、それではですね、次の曲はさらっといきますよ。
みよう。待てなくてもどかしくて何もできないか、君が心の奥と素直に上あて答えが、なら僕はいつもの僕になれるから、どんなありました。いや本当にね、もうこれを知ってるのはメグと下村宗氏だけなんですけども、実は2案作ったんですよ今日ね。もうアレンジがねもう今日まで決まらなかったんですよ。それでちょっと気分転換に表出ようと思ったら、東急ハンズで流れてきたんです。 BGM がラルク・アンシェルが流れてきましたね。あ、分かった、これラルク風に行こうと思ってやったんですけど、ちょっとあまりにも出来が悪すぎてボツやってん。だからそれはこう泣かないでみたいな、こんなんで歌おうと思ったんですけど、赤いビーズとかねやろうかなと思ったけど、なんか島竹ファンには刺されそうな気がしたんですけどまあそんな感じでね、本当に島竹とは本当に講師ともにお付き合いさせていただいてて、ね、いえいえ何をしゃいますやら、こちらこそお世話になっております。よくご飯を食べさせてもらったりとか俺ら年上やのに、夫婦ともに年上やのに、そんな年下のねところにでもまあまあそんなに関係なく、まあね、お店やってて思うんですけど、一緒になんかこう一生付き合っていける、まあ、友達がまたこうできたなっていう風な感じがすごくしてて、かっちゃんとはねまだこうちょっと一緒にユニットをやろうっていうのもありまして、頑張っていこうと思ってます、そしてそんな島だけに、まあ、愛情を込めて皆さんこう愛のメールじゃねえや愛のエールを送ったりとかね、そんなことありますけども、僕の、ラブソングを、精一杯のラブソングを届けたいと思います。プロミスとウェイ。僕の過去同じ
過ちがあるから、二人で償い、分かち合おう。今は二人の距離遠く離れてるけど、心はそばにいるつもりだから、きっと二人で歩いて行ける。だから僕心を許して身を預けて、街角の寒さに震えないように二人で温め合おう。夢と現実の狭間で今日も答えを見つけよう。悲しみの色を含んだ瞳の色が綺麗だから、僕は君のこと抱きしめたくなる。二人で歌を刻んで行きたい。泣きぼくろも幸せな涙で濡れるように、悲しみの重さに負けそうな時に思い出して、いつでも僕だけはそばにいるから、愛しくて苦しくて何も言えないけど、明日さえわからない。差し伸べた僕の手を君が握り返す。街角の寒さに震えないように二人で温め、答えを
よ答えを見つけよう。She couldn't be more opposite than a foot in the door. There's no one else I would rather go out with. It's hell when I see them standing there. Me and my mouth, we don't mean to be rushing. We talk about thee freely cause we crush it. I'm gonna shake both sides of the butt, yeah. Theoretically, yes, ain't we lucky? And when the coyotes, they sing in the park, soon the city life starts falling for the sea. Winding roads are winding down, and the flying men will hit the ground. Every notion is closer to touching. The coyotes sing when they call on your loving. どんな時もどこにいてもいつも心の中で君のあの瞳が僕には見えるから、昨日よりも今よりも明日が二人にとってもっと輝く虹色の未来に。散々喧嘩もして言い訳もわがままも、朝が来るまで離れては近づいて一つになったあの日も、
島は遠くにあるけど、ああ寂しくなった時はこの空にこの両手を伸ばして、ああ君の握り返してくれたぬくもりを思い出せば、また前を向いて歩き出せる。どんな時もどこにいてもいつも心の中で君のあの瞳が僕には見えるから、昨日よりも今よりも明日が二人にとってもっと輝く虹色の未来に。という曲でした。皆さんこんばんは。加える藤の愛と書いて加藤めぐみですよろしく。ありがとうございます。1曲目は島田家よりどこにいてもという、今日島田家が物販している CD の一番最後に入っている曲でございますね。さらっと CD の宣伝もしておきました。宗師さんがね、キイコさんの歌詞に曲をつけたというのをやってましたが、私も実はキイコさんの詩に曲をつけさせてもらったのがあって、今日はそれをやろうかなと思います。
に宗師さんの時同様片めぐバージョンで聴けるのはこれが最初で最後かと思います。そやな、来年はノンブレーキ指導しましょうね。一度動き出したら止まらないけどね。タイトルはまだないね、決まってないんですが、とってもとっても素敵な曲です。作詞キーコさん、作曲加藤めぐみでお送りします。
今日は加藤めぐみの曲は一曲もやらないままですが、私は島田家の心からの愛を込めて、最後は島田家の晴れ時という曲で終わりたいと思います。ねえ、キイコさんは、私6月に東京から引っ越してきたんですけど、家も近くてね、本当にお姉ちゃんのように、お姉ちゃんのように妹のように可愛がってもらっております。そんなキイコさんとキイコさんの歌が私は大好きです。ヒヒヒヒ、告白したった。晴れ時という曲で終わりたいと思います。この後は皆さんお待ちかね、島田家のステージでございますよ。ありがとう、加藤めぐみでした。明日のこと、誰かのことは